コンネム、ネムジョだよ。イエーイ。皆さん、先日のアニメジャパンの推しのポステージ見ていただけましたか？ネムジョもちょっとだけお邪魔させていただきました。そこでいろいろな情報が解禁になりました。ってことで今日はこちらをお届けします。ネムジョの推しの子ニュース。アニメジャパンで発表になった推しの子の情報をおさらいしていきましょう。まずはこちら、新キービジュアル解禁、こちらです。うわー、みんなかわいい。ネムちゃんもいる。あー、すっごい期待が高まりますね。続いて、テレビアニメ推しの子本予告第2弾の映像が公開。イエーイ。この映像を見るとアニメでどこまで描かれるのか分かっちゃう。アクアとルビーが大きくなって高校生になって芸能界に入っちゃうの？恋愛リアリティショーに出るの？え、アイドルになるの？と期待が膨らむ映像でした。まだ見てないよという人はぜひ見てください。続いて、テレビアニメ推しの子追加キャスト情報。黒川茜役を演じるのは岩見真中さん、そしてメムチョ役は大久保ルミさんに決定しました。あれ、メムチョ役？うん、まあ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 、茜とメムチョはアニメでどういう感じで出てくるのかとっても楽しみですね。続いて、テレビアニメ推しの子のエンディング主題歌を担当するのは女王蜂さんに決定。イエーイ。個性的で力強くて繊細な女王蜂さん、どんな楽曲なのかメムチョも楽しみです。そして最後にこちら、テレビアニメ推しの子は2023年4月12日より放送開始。イエーイ。もうちょっとですね。しかも第1話は90分の拡大版。30分だと思って見てたら、あれ終わらない、あれ続き見れるの